どうもーかげやんです。今日はですね食べ過ぎてしまう原因はということについてお話ししたいと思います。えー、まああくまで僕個人のこう意見ということになりますけども、えー、食べ過ぎてしまうのを自分でねこう考えてねこう自分で食べて過ぎてしまうなと思うことの3つぐらいをこう主なもの3つを挙げるとすると1つはですねストレスですね。 でストレスから、えー、食べ過ぎてしまうっていうことがこうあるということでそのうん,んかそのストレスがかかってる状態の時にですねまああのー、食べることによって自分を満たすというかね、えー、そういうところがあるんかなと。でついついこう食べ過ぎてしまってこう、えー、満たされた状態をこう作ってしまうと。 いいいうううこととがまあ一つあるかなというふうに思いますでもう一つこれは最近の自分で言うとですね反動ですね反動というのはですね僕は週5日間食事改善ですね食事改善をしていって週2日間はチートデーとして好きなものを好きなだけ食べたり飲んだりするというふうにしているんですけどもだから水曜日と木曜日はね結構ね を食べるとということですすね。ね。お酒も結構飲みます、ね、5日間は飲まないんで週2日間だけにこう集約してこう飲,むよう飲んだり食べたりしてる。で水曜日と木曜日だけラーメンを食べれるようにしたりとかねしてたりとか、えー、炭水化物もですね、えー、晩ご飯はねはね糖質制限している関係でね。 晩ご飯食べられないんですけどもその2日間は食べられるということでそのまあ、言うた5日間の反動みたいなものでこう食べてしまうというところがあるんで、えー、その僕はそれは今はそれでいいと思ってやってるんですねその週2日のチートではもうどんだけ食べてもいいわどんだけ飲んでもいいわっていうことでしてるんで僕は納得してやってるんですけどもその反動でこう食べてす過ぎてしまってですね あのー、リバウンドみたいな感じになってしまってる方はですね、その、えー、無理してる状態をちょっと緩めてやればいいかなというふうに思います。僕は極端にはこう食事制限いうのはしてないんですね、食事改善という形で、えー、糖質制限のこう晩ご飯ということをこうしていると、で昼ご飯はは、えー、普通に食べている。この昼ご飯をね えー、食べ過ぎてしまう時があったんですけども、えー、それの原因を考えると晩ご飯を抑え過ぎていたとで晩ご飯を抑え過ぎることによってですね昼ごはんをこう食べ過ぎてしまうっていうことがあったんで、えー、晩ご飯をそれなりににに普通に食べるように変えました、うん、だから以前はであのー、梅干しのご晩ご飯だから梅干し2個だけとかね梅干しとらっきょ3個とかね それを晩ご飯にして、えー、過ごしてた時期が去年ちょっとあったんですけどもそれをするとね昼ご飯でね、ねたくさんん食べようとこうとししてしまうんです、ね、で、す結局その時にご飯を例えば2杯とか食うようになるとですね結局それやったら全然意味がないんでですね、えー、晩ご飯をね今はね、えー、豆腐豆腐にキムチ、えーうん、納豆2パック。 で、えー、サラダチキンと、でもうちょっとおかずとかね、でサラダチキンに、えー、梅干しをつけて食べるというような感じでもうほとんど固定してて、ですねもうご飯類、パン類、えー、麺類はもう全く食べないと晩ご飯してます。でもそれぐらい食べるとですね結構食的にはこう満たされるんで、ですね昼ごはんもそんなに食べないで、えー、普通の食事でいけるご飯いっぱいでもういけるような感じになってます。 でそれをこう5日間、えー、過ごしてで2日間反動で食べてしまうというところになっております。ほんまにだから水曜日、えー、僕は金曜から火曜まで食事改善してですね水曜にこうお酒が解禁になってで、えー、食べるんですけどもかなりの量食べますね。で反動、えーまあ、で食べるとで3つ目はお酒と。まあ話に出てきましたけどもそのお酒を飲むことによってですねこう胃の感覚がね なんかこうむちゃくちゃになるというかなんぼでも食べられるようなこう、えー、状態になってですねで、えー、先ほど言いましたようにこう金曜から火曜まで食事改善ですねで、えー、糖質制限をした晩ご飯も続けたんで、えー、水曜日の夜はですねお酒を飲んでですね、えー、もちろん食事の,その制限がないんでですねたくさん食べるんですけども、えー、かなりこう。 聞いたら人が聞いいいいたら聞く、ら引くぐらいの量食べてるかなという,ふうに思います。でもこういうふうにしていっても、えー、去年はちゃんと痩せていったんでですね、えー、やることをやればですねそのしっかり痩せていくことはできると思うんで、えー、そういう感じかなと、うん、だからお酒っていうのはやっぱりその食欲を増すで食べる食べる飲む食べる飲むっていうのはぐっとこう。 重なっていってていで,す、ね、で最終的にもう無理やっていう状態になったらもう食べられない状態になるんですけどそこまで食べるのは相当の量ですね相当の量を食べるということです。ということで食べ過ぎてしまう原因はとしては僕としてはですね一つはストレス一つは反動で一つは、えー、お酒と。 いうとところがこうあるかなと思っておりま,すまあ人それぞれいろいろあるでしょうけども、えー、僕のようにねチートでは食べ過ぎてもいいとして納得して食べてる場合はいいんですけどもなんかこう食べ過ぎてこうどういうんですかねこう自分の中で 後悔みたいなものをずっとこう残しながらやるとですね、えー、罪悪感がこう出てくるとちょっと食がねせっかく食べることって楽しいことなんであのー、ちょっとそういうのはもったいないんでそ,それであるんであればこういろいろね変えていってうんその食べ過ぎてもいい日と食べ食べへん日とこうメリハリをつけてねこうやっていくのがいいかなというふうに思います。 ということで今日は食べ過ぎてしまう原因はということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます